この動画には有機爆発バーンブレイバーン円盤第1巻特典小説アフターストーリーのネタバレが含まれております。ご了承の上ご視聴ください。チャプター3だー。チャプター3光あれ。もともと青ってハワイ語で光だったね。しかしこのフレーズが出てくるってことは、アフターストーリーでの光アレイサミってさ、あの言葉ってさ、スーパービックリマンの OP を思い出しちゃうんですが、それはともかく聖書だよね。創世記始まっちゃうんですか？イサミがいないと世界が始まらないの？ブレイバーン。長文解文書やめろ。突然 KOYBUMI が始まって、え。読後感絶叫。何を言ってるかわからないと思うんですけど、ブレイバーンの円盤買ったらブレイサの同人誌がついてきたんだよ。チャプターシリーズはスミスの石でもあるの実質確定。チャプター3が重すぎて謎の満足。小説でもチャプターポエムで2話のチャプター1初めて聞かされた時の何とも言えないキモさが蘇ってきて最高だった。活字でも気持ち悪くなれるんだね。スミスお前あんなクソデカ感情抱えてイサミの隣に友人としてただいられるわけねえなこれ。まさかのあのユリパート以上のスミイサが後半であるかもしれないと考えたらもうダメ。ベッドで朝中以上のやつ合体スミスー。絶対にあれはやらかしてる。超便利アイテム。ビルドバーン使ってブレを喪失したろ。アフターストーリー読んでスミスは絶対今後たまにたびたび魔が差すぞって確信した。スミスの時とブレイバーンの時とでは違う人格だったってことでよろしいか？っていうか、ブレイバーンがスミスを別個体と認識してる？やはりブレイバーンとスミスはフェイトでいうエミヤとシロウみたいなもんに近いと。ブレイバーンとスミスが不仲な二次創作が減るといいな。アフターストーリーを読む限りだとブレイバーンからスミスへの感情って同志に近いものを感じるし。急にブレイバーンがニューヨークに生えたんだけど何この、なん、な、なにー、こ、これは今まで読んでいた世界旅行は公式終わりました。え、スミス、行方不明なの？風雷坊って何？スミスは何なの？ V 字ランテなの？ブレバンの円盤特典小説の例のやつ、新郎新婦、ご友人ブレイバーンさんからの祝辞です、の映像が脳内に流れたんだが、ブレイバーン神とスミス、ブレイバーンとイサミで3人でバーンブレイブビッグバーンになったって書いてある。ブレバ神、お前だったのか、最終回でナレーションしていたのは、ってこと。これ主人公二人が出てこないのってあいつがイサミを監禁して連れ回しているからでは。ブレイバーンの BD 特典のアフターストーリーすごいね。本編みたいに頭おかしくなりそう。これ後編まで2ヶ月待つの？マジで？ハッピーエンド良かったなぁとほのぼのして見てたらなんか様子がおかしくなり、変な笑いが出てきて最終的にはってなって後編に続くのマジでアニメ本編と同じで草。わかってたはずなのにアニメの脚本をやりきった方の実質ってことを甘く見ていた。小説でもアニメと同じ疲労感で草。ブレイバーン円盤特典小説、本編最終話で自分なりの解釈でこうであったら良いなと思ってた部分が結構合致していて嬉しかったんだが、それはともかくあの人やあの人はこの後どうなるのになってる。本編放送時の混乱を追体験してるぞ。そう、私はブレイバーンのブリューレイを手に入れて、そして噂の本編アフターストーリー全編を読んだのです。読めない感じがいっぱい。ブレイバーンのアフターストーリーは宗教的純愛と見れば本編と比べたら比較的気持ち悪く。悪な。いっぱい言いたいことがあったけど俺の脳内はブバの宗教一色になちゃった。あへ。相変わらず面白いロボ。ブレイバーン、ブレイバーン可愛いねー。ブレイバーン、ブレイバーン可愛い。なんて可愛いのあんた。アフターストーリー感想。こんな可愛いのがブリューレイのジャケットでハンサムセクシーアグラ頬杖してて、エッチだ。ジャケットが、エブアみたいだけど、比較にならないくらいうるせえ。ブレイバーンのアフターストーリー読んだけど本当にサタケとプラムマンの場合があってびっくりしたわ。そしてスミス好きな人大丈夫？という内容、後編まで2ヶ月も待てない。ブレイバーンのアフターストーリー前編を読んでるんだけど、航空管制組のユリにぶっ刺されてる。正直、この方そのユリパートできっしょい笑顔浮かべながらお腹いっぱいになってしまった、気まし。ほのかさんとカレンさんは半分付き合ってるのでは？朝同じベッドって、公式そんな大サービスかましちゃうんですか？
スミスってやっぱキリスト教徒圏の人なんやな。ってね、言いたいこといろ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 あるがとりあえず女子可愛いよ女子。赤ん坊ブスキになっちまった。付属ブックレットのアフターストーリー前半を読んで、ことのほか多くのキャラが出てきて楽しかったが、読み進めた先の終盤はやはりブレ版だった。いい意味で訳がわからないよ。トンチキ部分は、読んでとても幸せになりました。勇気の概念とかしたブレイバーン。アキラとシェリーのところで嫌なフラグない。後編が怖いんだが。またしても。何も知らない。イサミアオ。あまりにもイサミの現在の描写が徹底的に排除されてて不気味すぎるんだが。みんなが不在のイサミに振り回される構図、たまらんね。スミスは？イサミは？読者を生殺しにしたまま、後編に続く。イサミ、今はただし給医薬と触手の中でお休み。なんだよ星になったって。お前はやはり地球の化身か。母なる惑星なの？やはりあいつはママだった。むしろ少女恋愛脳なのでは？ブレイバーンはから回ったりうまくいかなかったりするがホットにイサミを思って慈しんでる。ある種幼子のような無垢さまで感じるほどに。なんてけなげなんだ、なお出力。ブレイバーンの思いが6ページにわたって綴られて、思い思い思い。ブレイバーン小説、おまけアフターストーリーどころかアニメ作れるくらいがっつりしてるんだけど、30ページほどの実質量じゃないぞこれ。ブレバーン、円盤付属特典の設定資料すごい、多分今後書籍で出すことは計画してないんじゃないかな？というくらい盛りだくさんでした。ブレイバーンやエクシードライノスのコクピットの設定画があったのが嬉しい。ブレイバーンの円盤の設定画のイサミ、パイスー背面絵もあって素晴らしいんですけど尻がすごい SIRI って感じの書かれ方してすごい。ブレイバーン円盤特典のマテリアル、サイトにはなかった表情の血濡れ佐竹隊長が。マテリアルブック読んでるけど、デスドライブズの触手の用途が分かって、うわぁ。ってなってる。めちゃめちゃグロい。スミスお前ほんとよく飛び込んだな。特典冊子の印刷めちゃくちゃ綺麗。赤ベタがめちゃくちゃ綺麗だから特色かと思ったけど、よく見たら網点あるから CMYK だな。まあ、それにしても印刷美しいわ。設定画とかも綺麗、に印刷出てる。大満足。パッケージのブレイバーンのイケメンっぷりに狂わされ、さらに設定資料集でもハンサムっぷりに打ちのめされ、曲目付けには本編アフターストーリーでぐちゃぐちゃにされる最高のコンテンツ。これの続き7月まで読めないのボブおじの拷問か何か？ラストで登場したあいつの正体がスミスなら、イサミは彼と同行していた可能性が高いよね。押して参る。だと。これ後編で概念ブレイバーン帰還するのでは？存在が秘匿されたブレイバーンという存在をあいつらが象徴として、ってこと？ブレイバーン、アフターストーリー読みたすぎるので今日中にブルーレイの予約をしたいんだが、店舗ごとの購入特典が潤沢すぎてどこで買えばいいんだイサミー。という気持ち。ブレイバーンで初めてアニメの円盤を買ったけど、特典いろいろあるとはいえ結構買うの悩むぐらいの値段するのね、2万超え。ブレイバーン、最近こいつにかなりの金を吸い取られている。あまりにもハンサムすぎる。残念なイケメン枠。好き。円盤ジャケの油バーンのアクスタください。2万出した甲斐がありましたわ。大きに、ほんま大きに。アニメイトで予約したブレイバーン、ブリューレイの音沙汰が一向にないんじゃが。ワイもアフターストーリー早く読みたいんじゃが。アニメイトくんさ、ほんと何度も言いたくないんだけど2万も出してさらに送料まで取ってるブレイバーンの円盤、発送準備開始からどんだけ時間かかんの？しかも予約してんの3月やぞ。発売日の朝にまだ配送状況確認できんのやけど。今日ブレイバーンの円盤が届いたんだが、購入特典のステッカーが2セット入ってた。誰かのところに封入されてない、とかになってないといいんだが。虎の穴のアクキーセット目当てで買ったらまだ届かないという。虎さん、ブレイバーンの円盤発送まだすか？アフターストーリーのネタバレ踏みたくないっていうか早く見たい。ブレイバーン円盤特典のアフターストーリー読んだ人間の感想を読みたいのに私のところにまだブレイバーンやってこないんだが、なんなら昨日フライングで届いた方々が少なくない人数いるくらいなんだが。ちらほら円盤が発売当日になっても届いてない報告が上がっててブレイバーン続編アニメの資金は順調に溜まっていそうだなと感じた。ブレイバーンのアフターストーリー、後編が待ちきれないぜ、エプシロンオウム、とう。ブレイバーン円盤の特典小説、後半が読めるのは7月よね。ジラスじゃないか。
勇気爆発版ブレイバーン、ブルーレイ、1、2024年5月10日金、発売です。ご視聴ありがとうございました。